コリお願いします。陽子役の深川舞です。今日はよろしくお願いします。このちゃんと劇場公開という形で一般の方に見てもらえる形になって、早速昨日の反響とかも含めてこう上がってきてるの聞いてて、すごくまちまちな感想が上がってて、すごく刺さったみたいな人もいっぱいいて。深川さんはご自身の陽子、はい、客観的に見て撮ってる時と今と印象いかがですか？大きく変わったことはないんですけど、なんか全作品映画をこう出来上がったのを見終わった後に、なんかこうこの2時間の中でこれだけ個性豊かな登場人物がいろいろ登場してくる中で、なんて言うんだろう、なんかこう誘導的に誰もこう悪者に見せないっていうのがすごく素敵だなっていうのは感じましたね。なんかそれぞれのてるちゃんはてるちゃんだし、まもちゃんはまもちゃんだし、すごいお互い突き抜けてるけど、でも言ってることとか思ってることはすごく共感できるっていうところが、うん、すごく面白いなって思いました。深川さんは印象残ったシーンどのシーンですか？一番最後の方の原作にないかったシーンで、個展のところ、中原くんの写真の、はい、写真展のところはすごく脚本読んだ時も撮影してても印象残ってますね。なんかあのシーンがあるのとないのとではなんか2人の結末ってまた全然違ったものに見えるなと思って、すごい好きなシーンです。中原ってとっても印象的な役柄だったんですけど、陽子として見ててどうだったのかなとか、この若葉さん現場のことあまり覚えてらっしゃらないんですけどぜひ深川さんに聞こうかなと、はい、思いまして、はい、陽子として見てて、はい、そうですねなんかまず若葉くんの第一印象自体がなんかすごく、多分今まで出演出られてた映画のイメージとかも含めてだと思うんですけど、なんかすごい寡黙でちょっと怖そうな方なのかなっていうイメージがあったんですけど、でもこう中原くんとして接してるうちに本当になんて言うんだろう、けなげで、もう映画見ててもそうですけど、なんか最初の方のシーンでカメラ構えてなんか陽子を見てる目とかこう改めて見たりとか、ラーメン食べながらその2人の駐車場のシーンがやっぱり私はすごくグッとくる大好きなシーンなので、あそこの駐車場いいですよね。そういうことです。なんか誰もが応援したくなる人だなって思います、中原くんは。ありがとうございます。